ありがとう、ルーシー。どんなに危険でも仲間のことを優先する。お前は相変わらずだな、ルフィ。ルフィには手役だろうが、よろしく頼むよ。おう、任せとけ。やっぱりエースと似たようなこと言ってやがる。ルフィはあなたと会うのは久しぶりよね。それでも命を懸けて血を流して助けてる。何の話だ。あなたはどう？ルフィのために命を懸けるの？あいつのためじゃねえ。だがつまらない借りを作ったからな。こいつは早く叩き返したいとは思っている。つまり助けるっていうことね。これで俺たちの力も全部戻った。ワフルドに帰ってまた海に出るぞ。ああ、そうだな。さあ、次の島に向かうわよ。いつでも出航できる。ワフルドに戻ったらアディオのやつも呼んで宴だ。よほほほほ。では宴の音楽は私が。みんな聞いて、私謝らないといけないことがあるわ。あの日私がワフルドでみんなの力を奪ったのはわざとなの。偶然でも何でもない。どういうことだリム。おめえ敵だったっていうことか。敵じゃない、みんなの力を借りるためだったの。ごめんなさい。私はどうしてもアディオの願いを叶えたかったの。アディオの願い？私たちの力を奪って何をしたかったの？アディオの代わりに島の巨像を倒してほしかったの。そしてみんなが巨像を倒してくれたことでアディオの目的は半分達成されたわ。でもそのためにみんなには辛い冒険をさせてしまったわ。本当にごめんなさい。よくわかんねえけど言ってくれてありがとな。力は全部取り戻したんだ。気にすんな。ありがとうルフィ。みんなワフルドに戻ったらあとは私が頑張る番。みんなとの冒険で何をすべきか分かったの。どういうことだ。なんかまだ問題があんのか。言えよ水くせえな。さっき言った通り残り半分のこと。私アディオを止める。アディオの一族は大昔にこのワフルドで暮らしていた一族なの。ワフルドで？でもワフルドは…まずワフルドのことを話すわ。今から200年ほど前、ワフルドは空に浮いていたの。空にあった島がどうして正解に落ちたんだ？大昔の戦争で島は正解に落ちたの。戦争？空の上で？ええ。
200年前、この島は謎の軍隊に襲われた。島を守る戦士たちは強く、襲ってきた敵を追い返したわ。戦士たちは敵の正体を知るために追っていった。でも敵の別の軍隊が戦士のいない島に押し入り、シャボンを壊して住民ごと島を正解に落としたの。ひでえ話だな。島の外に敵を追っていった戦士たちは帰る場所を失ったわ。その戦士たちの末裔がアディオなのね。そう、彼らはずっと正解で落ちた故郷を探していたの。そしてアディオは見つけたのね、自分の祖先の故郷を。でも嵐を越えてワフルドにたどり着けたのはアディオ一人だったの。これを見て。アディオの手配書じゃねえか。懸賞金20億943万ベリー。アディオすげえ。俺もすぐにそんくらいの額になってやる。ルフィ落ち着いて。普通そんな額にはならねえな。アディオは何をしやがった。私にはよくわからないけど、四皇とかいう人の仲間を倒したから海軍に追われているんだってアディオは言ってた。よ、四皇？誰に手出したんだよあいつ。友達が殺されかけたからと言ってたわ。世界中に散っているのは海軍や四皇から逃れるためだって言ってたわ。ワフルドには神の息吹があるの。神の息吹？古い王国神殿や禁じられた歴史書などにその名前を見ることがあるわ。ワフルドを囲む嵐は神の息吹によって生み出されているの。アディオは神の息吹を操り嵐を止めようとしてるわ。神の息吹とは嵐を生み出す装置なのね。そう。でも嵐だけではないわ。神の息吹は火、水、風、雷、あらゆる自然現象を自在に作り出す。だからとても危険な装置なの。どんなにアディオが強くても無事では済まない。過去には神の息吹に触れたために風の刃に引き裂かれたり、あれ狂う雷に焼かれてしまった人もいたわ。怖え。火、水、風、雷、俺たちが戦った巨像を全部集めたようなもんか。その火じゃないわ。巨像は神の息吹の力をわずかに与えられているに過ぎないの。アディオはそんな危ねえもんに手を出そうとしてるのか。巨像は神の息吹を守っているの。巨像を止めないと。神の息吹が祀られている天行の塔は姿を現さない。アディオくらい強けりゃ俺たちに頼らなくとも巨像を倒せるんじゃねえか。ダメなの。巨像を破壊した者は敵とみなされ、神の息吹への道が開かない。そういうことでしたか。つまりアディオは世界中に散った一族と共にワフルドで暮らすために島の結界を解きたいのね。そのために危険な神の息吹を使おうとしている。うん、そう。
今まで私はアディオの夢を叶えてあげたいと思っていた。私もアディオやアディオの一族とこの島で暮らすことを望んでいたの。でも。でも？お前はどうしたいんだ？アディオに死んでほしくない！この冒険で気がついたの。私が何をすべきかを。アディオの夢を叶えるために今はアディオを止める。そうだな、お前がそう決めたんならそうすりゃいいじゃねえか。アディオもきっと分かってくれるさ。すべてうまくいったらアディオも一緒にワフルドで宴をしよう。返事をしてください。何が起こったんだ？リムが消えちまった。待って待て待て、リムがいなければ俺たち現実に戻れねえぞ。最後の戦いが幕を開ける。それは世界の運命さえかかった小さな島の大きな闘争。アディオ、私は辞書、その手につかむもの。やっと来たか、バスターコール。任務を中止して基地に戻れだと？冗談じゃない。まだアディオの件は終わってねえっていうのに。まさかバスターコール、セフは神の息吹もろともあの島を消す気か？目標、ワフルド中央の巨大兵器。全艦作戦を遂行する。やっと来たか、バスターコール。ワフルドに戻されたのはやっぱり私一人。ルフィたちはどうなったの？まさか神の息吹に何かあったんじゃ。いねえとここから出られねえぞ。リムさん、戻ってきてください。なあナミ、どうしたの？俺思い出したんだけど、初めて思い出の旅に出た時、
ってたんだ。あのキューブがメモリアを再現してるって。確かに言っていたわね。じゃあ、あのキューブをどうにかできれば現実世界に戻れるかもしれないってこと？おいおい、何言ってんだお前ら。そんな危ねえもん触るのも怖えよ。もし触って壊れてもしたらどうなることか。世界ごと俺たちの体までバラバラになっちまったらどうすんだよ。よし、殴ってみるか。え？うん？いや、なんでそうなるんだよ。やめてルフィ、あたしたちまでバラバラになっちゃったらどうするの。もし壊れでもしたら何が起こるか。このゴムのピストル。簡単に壊れちまった。無事に戻れたみてえだな。うまくいったろ。ふざけんじゃないわよ、あんた。戻れたからよかったものの。思ったじゃねえか。すみません。何が起こってんだ。ありゃ海軍の軍艦じゃねえの。あの軍艦、火力、トーチ、まさかバスターコール。どういうことだよ。なんでワフルドにバスターコールだ。このままではワフルドが沈められてしまうわ。なんなのあれ、雷が軍艦を攻撃してる。そんな不自然な落雷見たことない。と、光の方はリムさんが話していた神の息吹でしょうか。まさかこの騒ぎはアディオに関係してんのか。リムの匂いがするぞ。さっきまでここにいたんだ。無事に戻れてたのね、よかった。アディオの小屋の方に向かってるぞ。リムが心配ね。私たちも行きましょう。なんでこの島にバスターコールがかけられてるんだ。リムが話してくれた神の息吹が原因かもしれない。そいつは政府を動かすほどの危険な兵器なのか。兵器かどうかもわからない。情報が少なすぎる。とにかくリムを見つけて早くここから逃げなくちゃ。リムの匂いはアディオの小屋の方に続いてるぞ。それにしてもあの雷、とんでもねえ威力だったな。ああ、確かにありゃ俺たちが戦った巨像の火じゃねえ。リム！よかった、気がついた。リムさんが急に消えたので心配していたのですよ。ごめんなさい、アディオが心配。私、あの塔に行かなきゃ。あの塔の正体、あなたは知っているの？天行の塔、神の息吹を祀るために作られた塔よ。あそこで暴れてやがるのが神の。ってことはアリオの奴が動かすことに成功したと考えて良さそうだ。仲間を呼び寄せてみんなで暮らすのが目的なんだろ。だったらなんで暴れてんだよ。リム、私にもわからない。アディオに聞いてみないと。どうする、ルフィ。アディオに会って話を聞くぞ。塔に急ごう。
飯だ飯。お、腕が鳴るな。さあ食え。肉食って戦いに備えるぞ。一息ついて戦いに備えましょう。さてと、行くか。リム、体は大丈夫か？今はそんなこと気にしてる場合じゃないから。辛くなったらすぐ言いな。その時は俺が運んでやる。うん、ありがとう。左よ。リムさん、こちらで合ってます？うん、大丈夫。このまま進んで。アディオ、無事だといいけど。心配すんな、あいつは強いからきっと大丈夫だぞ。よし。うん、そうだよね。塔はこの先、今なら入れるはずよ。でもどうする、ルフィ。橋がないぞ。あお、橋なら俺に任せときな。あっという間にかけてやる。どこから出てきやがった。あいつなんだか怒ってねえか。融通の効かなそうな面構えだな。どうする、ルフィ。仕方ねえ。フランキーは橋を頼む。あいつの相手は俺たちがする。いつでもいいぞ。
トールの出番か。やっフォース、ゴムゴムのテオパズーカー。やっと俺の出番か。おりゃ、その程度だ。やっと俺の出番か。三刀流奥義一大三千大戦フン効かねえな。ウェザーエッグ生まれておいで雷ちゃん。サンダーブリードテンポン。フン効かねえ。ディアブルジャンブビアンキュイグリラショット。その程度だ。そこだ。きっちり型をつけるとするか。全力でいきますよ。覚悟はいい？雷雲ロッド。さあ準備はよろしいですか。かすりを吹雪蹴り。いけるか。ピアフォース。ゴムゴムの。覚悟はいい？雷雲ロッド。あ、今がチャンスだ。ホームポイント確保。邪魔だ。次はドイツだ。このきっちり型をつけるとするか。こんなところで任せて。あれこんな切り替えがありそうだ。邪魔だ。やるな。
とやばいかも。任せて。やっはっ。俺たちの邪魔はさせねえ。俺が万能役になるんだ。ありがとう。お君が刀の旅に死ぬ。悪くない。俺は死ぬ。私俺がいいちょ俺が必要こう。こっちはもう大丈夫だ。いつでも行けるぜ。よし先へ急ぐぞ。ところでアディオさんはどうやって向こうに渡ったんでしょうか。アディオは小舟を隠してたから。よほほほ、それはそれは、いやー用意周到ですね。このまま進めばいいんだな。ええ、天行の塔はこの先よ。前は内海にあんな塔はなかったよな。怪我を治すため姿を消していたの。怪我？誰の怪我だ？あそこに誰かいるってのか？それは行けばわかるだろう。そうだな、よし行こう。なんか見えてきたぞ。これが天行の塔。ええ、そう、ここに神の息吹があるの。なんだかおっかねえな。なんでしょう、鳥肌が立ちますね。私肌ないんですけど。よっ。ここにアディオもいるんだな。間違いないわ。よし行くぞ、塔を登ろう。ちょっと皆さん、私寂しい。よし、アディオのとこ行くぞ。外で守られてた場所だし、奥にはすごいものがありそうだぞ。さっき骨があったけど、進んでも大丈夫だよな。行くぞ。よほほほ、綺麗な場所ですね。なんだか不思議空間に似てませんか？似てて当然なの。不思議空間はメモリアの入り口。そしてメモリアはこの塔が作り出しているものなの。え、それじゃリム、いつもの不思議空間は？この塔が作り出してる空間。私はこの塔の力を借りてるだけなの。
げえ。今どっから床が出てきたんだ。見ろ、なんか光ってるぞ。あそこに行けばいいのかな。あ、どこだここは。どう、なんだ、また箱じゃねえか。おい、ルフィ気をつけろ、そいつは敵だ。よし、みんな準備できてるな。ピアホース、ゴムゴムのキングコンデンサー。甘く見てると後悔するわよ。やっと俺の出番か。準備はできてるぞ。いつでもいいぞ。全力で行きますよ。行きますよ。私が相手をしましょう。はい。に逆らうとどうなる。効かねえな。フルパワーでいくぞ。俺が相手。コックに逆らうとどうなるか。私の音楽。覚悟しな。いけねえぜ。よし、俺様に任せる。そちらに向かいます。やってやろうぜ。それでどうだ。よほほほほ、ではお相手いたしましょう。行く。これでどうだ。よし、かかってこい。俺は俺が万能。今のは何だったんだ。誰から出たキューブだ。いつもの記憶のキューブじゃないわ。侵入者を排除するための仕掛けなの。浮いているキューブには近づいちゃダメ。近づくとさっきみたいなことになるのね。私たちの記憶を読み取ってキューブを敵に変えているのかしら。とにかく気をつけて進みましょう。キューブだったら
リム、お前消したりできねえのか。このキューブはトウが作り出したものなの。私じゃどうにもできないわ。なんか方法はねえのかよ。やめとけ。やるべきことは変わらねえよ。進むだけ。四角いのが嫌がるな。ちょっと邪魔よ。よし、みんな準備できてるな。私の番ね。これでどう？行くわよ。俺の仲間に手出すな。俺の番だな。来るなら迎え撃つだけよ。交代だ。仕方ねえ。うっさーペガーパンダー。スーパーな兵器で俺に任せとけ。
やるぞ。あたしの番ね。俺とやるよ。おし大事。俺は俺が死に、また光ってる場所だ。また上の階へ移動したみたいね。あら、何かあるわね。行くぞ。さて、みんなで力を合わせるんだ。やっと俺の出番か。三刀流奥義一大三千大戦。私の番のようね。任せて。ゴーカス。どんとこよ。相手してやる。全力で行きますよ。行きますよ。先手を。はい。あら、何かあるわね。よし。この先にはあのキューブはいねえみたいだな。勘弁してくれよ。みんな準備いい？どうやら私たちを狙うなんて運の悪い子ね。ミルフルーギガンテスコマーのストンプ。最高のライブにするぜ。肩慣らしといくか。三刀流1080ポンド砲。いきますよ。やっと俺の出番か。くらえ。とうとう俺を本気にさせやがったな。ど真ん中だ。やるじゃねえか。俺の方はいつでもいいぞ。キープじゃねえ。みんな、やるな。
殺ミドルドクロ爆発だ。俺はよっ少しよっ私少し最よっ。さて行きましょう。フルパワーで行くぞ。フランキーキャノン。さてどうしましょうか。ミルフルーギガンテスコマーノストンプ。つまり、つまり、